ありがとう。あった、自分で鏡台に置いたの忘れてたんだな。リュリエティスったらうっかり屋さんだな。なんだ、遊びに来てたのか。このバカ猫め。待て、お前そういえばリュリーティスの指輪も食べたよな。もしかして何か狙いがあるのか。ただの猫じゃないの、お前何者だ。言わないなら試させてもらう。こら、猫ちゃんいじめちゃダメでしょ。だってこいつがブローチ食べちゃったんだもん。だからって剣で脅すなんてダメよ。脅してないし、私はただその猫が怪しいと思って。まさか猫ちゃんをその剣で解体。違う。よしよし、怖かったですね。ブローチのせいでお腹痛いでしょ。ちゃんと手当てしてあげるからね。もうあいつが絡むとろくなことないんだからな。夜のピクニックまでに新しいカップケーキ開発するから楽しみにしててね。あ、うん、ありがとう。浄化開始。いってらっしゃい。夜のピクニックか。天体観測なんてね、世界最後のバケーションってやつですかね。最後などとおっしゃらないでください。教皇庁の働きで夜の力を少し押し戻すことができたのですから。でも青き祭壇は外れだった。そろそろここでの商売も潮時かな。私は残りますよ。
世界の終わりと夜の始まりを見届けなければなりませんからね。支配人、あなたはどうするんですか？あなたが傍観者、私は観察者、ロイドは冷やかしの客ってところですか？主役はあの二人さ。神様はなんであんなか弱き少女の肩に世界の命運なんか乗せちまったんだろうな。さあ、なんででしょうね。さあ、ピクニックまでに新作カップケーキ作らなくっちゃ。皆さん、ご試食お願いしますね。送りつけてきたんだ。まずはそれらしいものを探さないと。何してるの？観察に決まってるでしょ。想念型邪妖ですよ。人の抱く憎しみや悲しみ、嫉妬や猜疑心、そういった負の感情だけが実体化して邪妖として目覚めたものですね。それ元の人間どうなってるんだ？つきものが落ちた感じじゃないですか。悪いもんみんな出ちゃって超毒抜きな感じ。なるほどね。そういうのやったら根こそぎ存在が消えそうなやついるよね。ロイドとか欲望の塊みたいな方ですからな、ロイドさんは。私はこういうのやっても何も変わらない自信がありますよ。製品の研究者ですから。いやいやいや、助手になれとか言わなくなるでしょう。いや、研究一筋の私に限ってそんなことは。はあ、いつの間に私は汚れてしまったのか。はいはい、吸っていいぞ。指令書だ。何何？お買い上げありがとうございます。ジュースにするのにぴったりなフレッシュトマトです。 PS、 ここなら人目を気にすることもない。好きなだけ絞って好きなだけ飲む。シスターの吸血欲求を案ずる妹思いのブラザーより。吸血欲求を案ずるって後ジュースで吸血欲求が満たされるもんか、このバカブラザーが。
ジョーちゃん、いいところに。一杯飲まないか。ワインなんか私飲まないよ。違う違う、これはトマトジュースだ。それも超高級美容飲料なんだぜ。一口飲めば手に吸い付くような、思わず触れたくなるような、そんなとろける肌になれるって噂だ。いやらしい、吸い付くなんて、いやらしい。そういう目で見ないでくれないか。先生が言うと本当にいやらしくなる。いらない、トマト大っ嫌いなんだ。おやまあ、意外に可愛い弱点だこと。何どさくさ紛れに飲んでるんだ。ああ、美容飲料として成金どもに高値で売りつけるつもりだったのに。やっぱり金か。そこ、汚いもの見る目で見るな。商人なんだ。ボロ儲けを企むのは日課だ日課。どうです、吸い付きます。知るか。クソ、作戦を変えねえとな。